よっよっって言うじゃん、なんか。シュッ。あやみん。カワケン、秋風、しめじ、ネクロル。カワケン、秋風、しめじ、ネクロル。カワケン、秋風、しめじ、ネクロル。ここか。カワケン、秋風、しめじ、ネクロル。しめじ、ネクロル、秋風はめっちゃ一緒なんだけど。しめじ、ネクロル、秋風がほぼ一緒。押しちゃうもん。死んだルガー。あら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 。あらあらあら。ヒエトルガー。どこじゃ。あべべんさん。知らない。ボタン押しちゃった。ごめん。場所わかりません。ただ、しめじ、ネクロル、秋風はほぼほぼテラゾーと一緒にいたんですよね。あ、それであれば、黒の子一条ペアも、ずっと一緒にいたんで無理だと思います。そうですね。ラインがない限りは。はい、川県一人行動ですが、エレクトリカルロガエンジンは下いなかったです。そっちの方にいました。川県さん、最後、十字路来ました。僕、十字路、シュッと見、来たの見えたんですけど。ああ僕がリアクター入ってて出たところで川健さんいた。うん、あれ竹雄さんでも、あ、どうだろう。見てないと思います。僕は認識できてないかな。あなるほど。ウェポン方面とか右側方面も多分一緒に久野の子さんといてやってましたけど、うん、誰もすれ違ってないんで、そっちには来てないですね、阿部弁さんは。絶対来てないです。シューティングしてましたけど、いなかったんで。じゃあ、ネクロルさんは最終位置まで多分白いと思います。右に行ってるんでコミュニケーション直した後。そうですね、上、ネクロルが白い。テラゾさんの視点だと、しめじ、テラゾ、ネクロルが白。アキカデさんもほぼほぼ一緒にいましたね。ああ、4人か。おお。じゃあ割とというか限られるんじゃないですか。竹尾川県寺蔵セルフじゃないですか多分。うんうん、寺蔵セルフはないですよ。秋風さんとね、しめじさんは信用してくれると思うけど、カフェテリアで殺してボタンはありうるかもしれないけど、それ以外はないですね。私アドミンにそのままアドミンまで一緒に行った感じですね。阿部弁さんって初動どっち行ったの。あ、左か下か、多分どっちか。あ、左じゃないですね。なるほど。左は僕見てるんで。明日じゃないです。下全員見ましたけど、阿部メンさんが来ていたとしたらめちゃめちゃ遅く来てると思います。うんうん、左最初にで、カーケンさんも多分見たと思うけど、エレクトリカルの方に行ったの見てるんで。ウェポン来てないから、多分カフェテリアの右上とかのタスクとか。ああ、その可能性あると思います。ありますね。そこはちょっと見れてないんですけど。降りてくるとか、左に行くのが遅かった人がやってる可能性もなくはないです。あのコミュニケーション妨害やってる時には右上いなかったですね。下も多分なかったと思います。カワケンさんが下に真っ先に抜けてるのは確認してます。はい。だから、カワケンさんはそこまで黒くないな。単独行動って言ってたけど、そうなると誰だ。竹雄も竹雄草でやってたなら無理っぽいしな。誰だ。黒の子一条がないの。じゃあ誰よ。はい、あざーす。はい、はい、はい、あ今なんか僕に一条さん重なってました。はい、僕もちょっと今そうですね、停電で今向かおうかと思ったら竹尾さんテーブルのとこにいたんで、これ逆に離れない方がいいかなと思って。あ、僕もボタン押そうかちょっと迷ってて、はい、そうですね、あ、多分要素ないんで大丈夫です、ね。いいですか。まず右に行った一条さん、黒の子さんが右側には阿部弁さんは行ってないと主張している、うん、はい、で下に行った寺蔵は最初との字で下に来るのが誰なのか見てたんですけど、川家さんが真っ先に抜けて、秋風、しめじ、竹雄が、はい、竹雄じゃねえや、秋風、しめじ、ネクロルでほぼほぼ一緒に行動してました。コミュニケーション直した時も一緒にいましたし、うん、最後ちょっと別れたけど、うん、ネクロルさんは右に行ってます。ですから阿部さん右に行ってないというのであれば、はい、ネクロルさんは違う、うん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 、しめじさん、はアドビンまで一緒にいたし、ストレージまで秋風さんは一緒にいました。で川家さんがロアンエンジの方に向かっていっているけど、阿部弁さんは下の方に来てないし、竹雄がリアクターに行ってから十字路で合流したっていうんであれば、単独で怪しいのは竹雄ってことになっちゃう。うん、うん、
まあでも、それに関しては僕は平に来てないとしか言いようがなくて、うん、アドミンは誰か見てませんでした。見てない。コミュニケーションがなってた。うん、そうだよね。ですから僕はコミュニケーション鳴らしてメントベイセキュリティエレクトリカルのベントで殺したりした可能性もあるかなと思ってるんで。僕の行動をちゃんと説明しておきます。最初始まってメドベイ行きました。はい、メドベイ行った後アッパーエンジン通って、リアクターに入りました。リアクターでタスクを2つこなしてから、十字路に出たらカバケンさんがいました。で、そこでテラゾーの、ボタンが押されましたっていう感じですね。カワケンさん下から来たってこと。認識下から来たけど、いなかったよな。あ、でもわかんない。そんなに。いや、だから僕が十字路にいましたよねって言ってる時点で、僕は見てるの確定なんですよ。僕は見てない、ね。って思いません？まあ、まあ、他の可能性もあるしね。全然。まあ、カワケンさんがエレクトリカル前とかで、あの、アベベンさんが左回りでギューンって、あ、そんなこともないか。アベベンさんがどこでも見られてないから、まずきついよね。カフェテリアで殺される可能性もあるからよね。一時を黒抜くと二郎だってあり得るもんな。カフェティレに最後までアベベンさんが残ってて、うん、考えづらいな。一時を黒抜くはどの程度一緒にいたんだろう。なんでアベベンさん見られてないんだろう。そんなにコミュニケーション多いな。黒猫さん結構一緒にいるね。竹を。O2 が気になるよ。あ、来る。カワケンさんだったのか。誰かカメラ見てくれ。死んでまう。カワケンさん。殺されるぞ、こんなとこ行ったら。竹を、川県。怪しい二人が、怪しい二人が両方ともいる。やばい。竹を、川県。なんだこの二人。ちょ。何の動き。お、おい、押しました。ほら、特にですね。大丈夫。最後、何ですか、川健さんと竹尾さんの動きは。え、怖かったんで、気を取りました。いや、なんか、みんなで固まってたから、一緒に固まった方がいいかなと思って。なんか、カフェテリアで、なんか、川健さんは机の上からぐるーって回っていこうとするし。竹尾は俺にずっとついてくるし、川健さん、あの、もしクルーだったとして上に行く行動はあんまり良くないと思うんで、いや、一応タスクがあった。あ、そうか、見つかりにくくなっちゃうからか。はい、あの、そんなとこで殺されたら絶対発見されないってそれはそう、それはそう。僕は距離を取りたかった。あ、そうだな、大丈夫そうだ。なんか言えることといっても、コミュニケーション妨害最初に止めたのが僕で、時点でしめじさん、はいはいはい、で秋風さんも来て、そこから秋風さんとほとんど今回は一緒にいましたね。うん、ずっと一緒にいました。そうですね。スウェージのガソリンやってメドウェイの1分間タスクやって、そのままアッパーリアクターなったからって感じで向かって、そこからアッパーまで行って終わったかな。なんかもしかして皆さん固まって行動されてます？ストレージ5とかナビゲーション3とかめちゃくちゃ多かったすごいな。なんか僕アドミン見てなんですけど、すごいなんか団体行動されてるなと。なんか私もなんかちょこちょこと合流がね。ちょっと怖くて時々チラチラ見てました。生きてる生きてるって。そうで、リアクター鳴った時になんかもしかして思ったんで、うん、ナビゲーション行ったんですけど。ネクロさんが最速だったかな、左のリアクターは。ずっといた。あそこに。で、それで秋風一条ペアが登場、到着して、うん、まあ、直してもらってって感じですね。うんうん、その後、しめじさんかな、下から来たかなんかで、そうですね。下から来ました。はい。アビベンさんは一体どこからどう行ったんだ。まあ、なんか、普通に。でも、初日4人の目をかいくぐって、ストレージってエレクトリカルとか行けるような、多分。いや、僕は多分ね、カフェテリアで殺されてると思いますよ。カフェテリアかな、左来てないんで、
だ右上しょっしょってそれ右上行ったんですけどいなかったんだよな、しょっては。そうなんですよね、うん。そこでやってる感じでもなかったんですよね。そう誰も行ってなくてウェポン即行って黒ぬかさんと一緒だったんで。さんいるんで怪しいのであれば左側じゃないかなと思います。まあ竹雄じゃねえかな。川健さんがいたおかげで俺なんとか生き延びてるだけな気がするけど。めちゃめちゃあれ死んでただろ。あのアドミン見てたし、ペントで飛んできたんじゃないかな。違うかな。ペントで飛んでくる危険を犯す必要はないか。普通に歩いてきても時間変わんねえからな、そんな。ペント使えば早いなんて、そんなことはないんだよ、このゲーム。そんなに変わんない。クロノコさん知るんじゃないか。妥協だったとしてもう一人誰だろう。秋風、クロノコ、ストレージにいる。ストレージは1だな、じゃあ。死体はない。ん？一条さん。うん、ちょっと待って。死体はない。ロアエンジンでネクロルさんが死んでたんですけど、ちょっと先に言わせてもらうと、テラゾー、アキカゼ、タケオ、クロヌコは無理だと思っておりまして、リアクターが鳴る前にキルフラッシュがロアエンジンで鳴ったので、ロアエンジン今見てました。ロアエンジン向かった最中でした。で、テラゾーさんは、ストレージから合流したんだけど、エレクトリカルの方に入っていくのを確認してて、その前にアドミンでも見てたので、テラゾーさんのことは。はいはい。まず無理だと思ってます。なので、他の、この4人以外、テラゾーはあのしめじどういうことをしたか教えて。はい、うち普通にエレクトリカルロワーとセキュリティチャットみたいリアクターに行った感じですね。あ、ごめん、あとリアクターなる前なんだけど、アッパーエンジンちょろちょろしてた人が一人いると思う。あ、それ僕ですね。あの閉じ込められて、あどうしようって。うん、じゃあ多分あ閉じ込め、うんうん、でしめじが下から来たから怪しいのはしめじかなと思ってる。あ、うん、そうなるな。でもあと一条さんがどこにいたかなっていう。それの前にエレクトリカルに竹尾一条しめじで入ってったんですよ、3人で。でその後竹尾一条さんは右側まで来てるんです。あのアドミンまで来てるのを確認してるので、その後。はい。でもその足で私あのセキュリティとか行ってる感じです、ね。そこで一人でしめじちゃんが左側に行ってるならしめじちゃんの方が怪しいんじゃないかなって。ああ、じゃあもうそれしかないと思います。さよなら。ああ、一条さん直前でストレージにいた。そうですね。まあ、ね、薄い線を追うんで上がっ、はい。薄い線を追うんであればアッパーからリアクターのベント使って。いや、それは絶対ないです。もうロアエンジンのキルフラッシュを見てるんで。じゃあもうしめじさんじゃないですか。直前なんで。アッパーエンジンがなんか消えたりついたり消えたりしてるのが一人の状態でずっとあったんだけど、リアクターとかに飛んでるって感じではなかったんで。うんうんうん。うん、リアクターが鳴るほんと手前、ちょっと手前ぐらいで。その、秋風さんの証言があったタイミングで、僕、秋風さんを追っかけるように、一回もうエレクトリカル即出てるんで、で、ストレージで、そうですね。ごめん、黒猫さんが言った最初の4人って誰だっけ？テラゾ、秋風、竹雄、黒猫の4人です。了解です。うん、今回はカーケンではないぐらいですね。うん。じゃあ、締めじゃん。違うよ、絶対違う、誰か嘘ついてる。くそやろバカやろめっちゃ言う、めっちゃ言う。インポスターっぽいな、やっぱり。遺言インポスターっぽくしちゃダメだって。いや、楽しいけど。その、配信としては楽しいけど、ゲームとして勝ちを目指すんだったら、遺言が怪しいのはダメだって。相方が。そんなクソやろバカやろなんて。遺言がクルーであってたまるか。一条さん、竹尾、一条、ちほぼタスク終わってるからな、俺。守る意味でもここにいよう。ベントが開いたら阻止しに行こう。ロワエンジしかないしな。川県、
カワケンがリアクター、さすがに行こう。中身が誰だったのかわかんないけど、黒猫閉じた。エレクトリカルかな。じゃあカワケン黒猫ではない、そういうわけではなかった。じゃあ終わりに行きます。ラッキー、黒猫さん違った。おい、え、一応さんいなかったっけ。あった、カフェテリアだよねこれ。カフェテリア、カフェテリア、うん、円卓、ど真ん中の円卓の右下あたりです。はいはいはい、うーん、5時とか4時ぐらいの方向。そう、光ったけどどこやってなった。カワケンさんが今右側から通って。カワケンさんってウェポンから来ました。ストレージから、うんうん、ウェポンに向かう途中だった。ウェポン誰かいたはずです。あ、それはアキカさん。アキカさん、あ、今ウェポン側から来て、下から来たカワケンさんとすれ違った感じですね。そうそうそう、すれ違い通信しました。あ、黒の子目線は、あの、寺蔵さんがもう真っ白ってことぐらいしかもう分かんないです。あ、カメラ見てください。エレクトリカル2がそこなんですよね。うん。うん。黒猫さんそこら辺にいた。カメラ見てたのは誰、黒猫さん。黒猫さんずっと。はい。途中僕踊ってるのは確認してますか、うん、あ、じゃあ。寺蔵さんが十字路でずっと見てたのも見てた。うん、見てたね。うん。ああ、じゃあ、どこまで見てました。あ、結構長い間見てましたけど、停電とかになった時にはもう見てなかったですね。うん、うん、ウェポンいたのが秋風さんなんだったら、秋風さんの方がちょっと怪しいと思うんですけど、僕アドミン見てた感じだと。ああ、ああ、ああ。ただ、ボツは私しかいなくて直してなくて、で、ナビゲーションに入るとき出るときはまだカメラついてたんで見ててもらってたと思うんです。確かなんか右側でうろちょろしてるようなのは見たような気もする。あ、そうか、オツになったときに俺動いたんだ。そうそうそう。ケンさんが、うん、下から来たとき、私まだウェポンの入り口あたりまでから出てきてるので、うん、ウェポンから出てきてるの自体は多分大丈夫だと思うんですけど。うん、大丈夫です。僕が怪しいと思ってないので。僕が秋風さん怪しいと思ってるのは、ウェポンにいる時間が長すぎたからですね。うん、結構長い時間、ね、ウェポン。でも逆にウェポンにいた時間が長いんだったら違うんじゃないですか。カフェテリアなんで。いや、違うんですよ。だからカフェテリア1、ウェポン1の時間が長すぎたんですよ。アドミン情報出してる。なんでポイント？あぶねえ。竹雄は怪しいと思っているよ、でも。僕も待ってるよ。5人だから注意していこう。アッパーエンジンやっていくか。あれ？アッパーエンジン？タスク全終了。もう終わっちゃったよ。押せんだっけ？押せないです。いつもの。じ。二人。あ、キルフラッシュ。キルフラッシュっぽい。じ。竹雄が見てる気がする。ほら。このサイコパス犯罪者が分かりました。もう黒猫さんがセキュリティで死んでいます。竹雄がそこにいてカメラを見ています。なんてやつだこいつ俺はアドミンで、セキュリティでキルフラッシュが、はい、なるのを見ました。セキュリティ2、ロアーエンジン2の状態でした。僕がアドミンにいて、そこから、セキュリティに向かいましたが、カメラはずっとついたままでした。殺した後カメラを見てたんだと思います。テラゾーが O2 を直さないでこっちに来たんで、テラゾーです。まあ、1個前がテラゾーさんが無理なので。そうなんです。カワケンさんと今ずっと一緒に行ったの。そう、秋風さん、白照明で行けばいいかなと思って。だから、しめじさんじゃないんじゃない？だから。なるほど。じゃあ。カワケンさんが、リアクターから、
アッパーエンジンからリアクター行って、リアクターの下のベントからロワエンジンに行って、ロワエンジンで殺害っていう流れですね。ちなみにシメジじゃなかったらもうこれはツモですね。怖えよこいつマジで。やることがおかしいよマジで。この人数なら交通かだろって踏んでる。キルフラッシュ起きた後もカメラずっとついてんのめっちゃ面白かった。見てるから。これで終わんなかったら本当に。もう笑っちゃいます、ね。笑っちゃう。終われ。あんた面白い。最高パス。最高パス。寺田さんがどうせアドビ見てくれてるだろうと思ってたから、いやでも竹雄さん動かねえんだよなと思ってなんか個人的には、個人的にはなんか僕のよく知ってる竹雄だなと思ってすごくなった怖いよ竹雄さん。竹雄さん、あの O2 になる前くらいにベント使いましたよ、あのカフェあたりで。どのタイミングですか？あの O2 になる前くらいかな。 O2、 O2、いつのオーツですか？僕が死ぬ前直前ぐらいのやつです。そうですよね。なんか僕、オーツの、なんだろう、右上のオーツに抜けたあたりで、左上でベント動いてるのに使ってます。そうですよね。誰が使ったんやと思って、ボタンそういえばねえなと思って、円卓のとこで殺されたんで、僕、武雄さんに。ああ、そうなんだ。誰かベント使ったって言って、誰かに言いたかったんだけど、ボタンは使ってたんで。さんの上がってきた位置が、殺した位置っぽくなかったんだよね。普通に下から上がってきたから。いや、カワキンが殺してたよ。いや、サインって真ん中なのに、右下から回って上に来てたから、いや、そんなんだったら別に。わざわざそうするかってなるよね。そうそうそう、あの中盤ぐらいでカワケンさんナビゲーションにいてくれてありがとうございます。竹雄に殺されてました絶対あそこ。どういたしまして。一条さんと一緒にいたから一条さん。ねえ。あれもわかんなかった。ね、2回もキルフラッシュ見ちゃうと思わなかったですね。確かに。3回目はしてもらって。もうカメラ見てるとき、寺田さんと別れたとカメラ見たときに、あ、俺多分俺殺されんだろうなと思って、リアクターから竹雄さんちょろちょろって来たから、これもう殺されんだと思って。うん、あ、それ殺さないとね、過失じゃないんで。いや、まあ。てか、アベメンさん、あれですよ、開きてないっすよ、マジで。うん。僕、右上、コメテリアの右上だよ。あ、右上なんだ。え、初手右上でした？初手右上ですが、ちょっとそこで初手竹雄に殺されて、そのままずっと放置されてました。俺出そうとしてたんだけど、ダウンロードとかもうめっちゃめっちゃ僕の下を赤とか緑とかが通過していくのを見てました。そうだけど、ウェポン側にいる2人が二人狼じゃなければ、もう下は本当俺が全員見てたので、うんうん、いやー今回ねちょっとね、クルー固まりすぎてたんでかなりきつかったっすね。あだそうではアドリンで4人いるときにだってキルフラッシュ見ちゃったら、もう一応覚えとこうっつってロワエンジン行くしかなって。なんで見てんだよ。見るでしょ。だって違う、アッパーエンジンがなんか一人で本当なんか消えたりついたりしてるの、こいつなんか気持ち悪いなと思ってずっと気持ち悪いなんでそうなるんだろうな。でもそういう風に一人キルフラッシュずっとしてたから、何なんだろうと思って あれか扉のところ頭突きしまくってたから、そしたらロワエンジンで本物のキルフラッシュ来たから、死んだ死んだと思って